いよいよですね、アプリがリリースされてアニメもやりまして、リアルバンドもやりまして、この次は僕たちは舞台という形で皆様にお届けいたします。もうほとんどやり尽くしたんじゃないかと思うんですけど、もうそれだけもうこの作品が大好きですし、あのこの舞台をきっかけにあのキャラクターを知れて、より深いものを皆様にお届けできると思いますので、ぜひ劇場でお待ちしております。お楽しみください。